よし、やっていきましょう。シャドウコリドー2、アーマーのヨヒラ。ということで、まあ、前回からね、くさびを集めに最高難易度、花くたしに挑戦したんで、今回も引き続きね、リンユの回廊をやっていきたいと思います。では行きましょう、スタート。続きから渦の書で、コーヒーね、今回のリンユの回廊は汚れかな。汚れが結構やばそう。雨がね。うん。で、このちょっと変えないとまずい。パッシブの消耗が半分になるとか、どうだろう。一旦ここでやってみて、ダメだったらまたちょっとカルタ変えてみよう。いきます。で、まあ、前回、おお、すごい。異界の学者。綺麗だね。まあ、いつか生配信とかで全部の SS 取っていきたいね。で、リユの帰ろうと。では行きましょう、スタート。花くたし、クタクタです。もうで、絶対に何か新しい敵が今まで登場。うわー、いきなし、何これ、やばやばいな。こっちしか行けないじゃん。何も持ってないよ。これちょっと雨か。で、前回、異界の学びはクリアしたとき、クリアじゃないか。あ、ここ。ここなんだ。ね、絶対マガタマを取ったときに、カルタが封じられるわけじゃないっていうのが判明したんで、あれ何なんだろうね。あれは何なんだろう。とりあえず、いつものようにパパッとやって、取ってか取ってっけど、急いでるわけじゃないから、鍵。うわー、監督もいるね。まずいね。みんな絶対この室内で走らない方がいいからね。あ、危ね。こういうのは、汚れがまずいから。何？ここにいたとは。で、やばいな、この。ノイズがやばい。で、こっ、やばいな、こっちは、汚れだから、どう行けばいいんだ？これ。これこうだな。近づかなければ大丈夫だから。これはね、なんとなくこの室内で走るのは、もちろん、早く急ぎたいっていうのもあるんだけど、なんとなくね、そのタイムアタックの癖っていうのもあるし、かつかつだよ、かつそうやっていかないと、やっぱ S ランクとか SS ランク取れないからね。こういうところで稼がないと。あ、これこれなん、あ、これあれ、紳士様か。今頃分かったな。で、誰もいない？これは固定じゃない。徘徊型の可能性もあるからな。とりあえず、アイテム集め。で、かつね、この部屋の中で、誰かに見つかったとしても、別な部屋に行けばいいじゃんっていう。それだけなんだよね。他の人はさ、初心者の人とかは慌てちゃうんだよね。やばいっつって。どうしようどうしようどうしようってなるけど。だけど、俺は、移動できるから、移動すればいいっていうのは分かってるから、まあ、対処できると。あ、あれが、点滅してるっていうことは、これなんだ。これ水土だな。水土がいる。だったらこっちら辺に来ると予想して、
マガタマをちょっと取ろうか。取ってもらう、開けてもらう。鍵がないんだったら開けてもらう。ただもちろんリスクは高いよ。氷がないね。氷なくない？うわ、幸運こけしいいけど今はちょっと厳しいね。あったあった、あるわ。見えてない。だからこういうところにちゃんとね印をつけておくと、次来た時に対処できるように。これクリックしちゃダメね。あ、こっちダメだな。まあ、ちょっと曲がったも欲しいんだけど、まずアイテム、鍵がねえな。オッケー、やっと鍵1個。今回持ってきてないからね。でもなんかこの感じだったらパッシブ強化いらなかったかもな、カルタね。普通に鍵1個のあれ良かったかもしれない。で、どこだ？なんかちょっと迷ってる。最初のスタート地点がもうわからないから、ここ曲がったもある。こういうところも行きたいけど、ちょっと戻れるなら戻りたいよね。で、ここは OK。 あ、でも意外と、あ、来た、鍵来たよ。鍵来ましたね。こういうやつだけでも集まるね。うん、ちょっとそろそろでも敵来るぞ。あれ、てるてる坊主がいない？てるてる坊主がいない感じ。ちょっと勾玉取るためにこれちょっと使うか。どう来たんだっけ俺は。どう来たの？こっちっぽいね。曲がたま、まず曲がたま。危な。あれなんだ？水地だな。こっち行くか。曲がたまないな。あ、見えない？あ、あれは固定の泣き女さんだ。ここ取ったよね。あれ固定の泣き女さんだ。こっち行っちゃう俺。戻らない。水地いるっぽいんで。いいね。結界いいよ。すごくいい。あんまさ、本当に初期の頃、結界ってあんま使わないんじゃないって思ったけど。あ、映らない？曲がたま映らない？もしかして。今、近くにあったのに、いや、映ってたのかもしんないけど、赤くてわかんねえのか。緑じゃないんだ。これ、厳しいな、これ。見つかっちゃうんだよね。こう、ランク、あれ、狙わないとはいえ、狙わないとはいえだよ。見つかりたくはないよね。爆竹あるし、と、ちょっと別なところ行こうかな。別なところに行っててもらおう。で、あるんだったら、これを使って、結界内に敵を閉じ込めるっていうメダルもあるけど、そんなことやってる暇はない。から、あれ？なんかあれだね。早っ！超早い！
超速くないな。速っ。2体徘徊型もいた。いやもう、いや3体だな。3体で水槌もいるでしょ。やべえな、結界やっててよかった。で固定のシオンが遅いんだ。徘徊型だとめちゃめちゃ早く来る。超早く来たね。何今の爆速。テーゼル坊主より速いような気がする。なんかあれ、もう一体いる。いや違うよね、徘徊型がどっか行っただけだよね多分。で水槌はまだいるんだよな。厳しいな。どっちに行った。ちょっと遠ざかって、いないな、多分いない。ちょっと取りに行くわ。こっちに水槌がいたらまずい。見えない見えない。で、どっから来た。オッケーオッケー、水槌はいない。あ、どっから来た。ここか。で取ったら雨降ってくるのか。取ったら雨降ってくると。でまたあれが出てくるかもしれないよ。一旦あと結界のとこ来た。近いな。一旦結界内に行って、ちょっと、あ、やば、いや先に汚れを直した方がいいのか。汚れ直しに行った方がいいのか。雨降って来てないとこ。おー、ここなんだ。来たとこだな。ただ雨降ってるぞ。まず汚れね、こういうところ取ってるとまずいのよ。ここさ、雨降らないから、雨降らないゾーンだからつって、こういうところもしやってたらまずいのよ。うん、死ぬからね、汚れで。汚れ今正常の夜平で、うわ、すぐ。正常の夜平でやってたとしてもやばいね。これすぐどっか行かないとまずい。これどうするべきかって感じだな。これ雨がずっと降ってくるのがまずい。どうすんだろう、マジで。死ぬぞ。カルタで、あの、復活のなんちゃらっつうのやんないとまずいかもしんない。もう一回ちょっと軽く。少ししか溜まって、出ないけど。これはやばい、時間かかるな。ほらほら、すぐ雨降ってくる。ここにいた方がいいか。すぐ雨降ってくるんだこれ。で、どっち行けばいいんだ。戻るよね、こっち。うわっ、こっち行ってみるか。
氷に入ってなければ汚れは増えないけど雨も止むことはないからね。確か歩いたり時間経過かな、歩き、やべえ、やっぱり、うん、雨が降らないエリアだったとしても、これ危ない。遺骨は触らない方がいい。必ず光ってる状態にした方がいい。危な。で、ここ最初のゾーンに来たな。多分、ああ、マイボーじゃない。あ、いやいや、ちょっと。あ、来た来た。来たけど、どうするかな。全部必要。爆竹もいるっしょ。これもいるような気がする。一旦これだな。で、ちょっとここら辺、もう一回探索する？いや、もういいか。あ、なんかいるな。呼んだ。で、ここに来てもらおう。どうせ来るんでしょっていう。だったらここに来て、うん、ここに来てもらって、大丈夫かな。ここに来てもらって、多分今の水地だと思うから、あ、これダメか。大丈夫なの？危ねえ。見つかっても別にいいように、あ、やばい、ここやばいかもしんない。多分これ水地開けてくるからね、室内に入ってくる可能性あるから、先に飛ぶ。で、ここちょっと拠点にやってポータル屋へようこそ。ようこそってちゃんと言ってくれんだよね、毎回。回帰電灯打って、お目が高いね。不思議な鍵を手に入れて、星の砂時計打ってる。いやでも、うん、せいぜい死なないように頑張るんだな。え、大丈夫そうだな。で、ここの勾玉を取る。まずはね、いいな。26年式拳銃がある。ここだ。勾玉はどこだ。待ってた。こういうのあんま開けない方がいいよ。空いてるところの隙間から見られる可能性あるからね。あそこ閉めてれば気づかれなかったのにみたいな、あるからね。来た、鍵。これで2つの、あ、いや3つか。これで勾玉分の鍵はゲッツ。あ、どこだ。千里眼使って勾玉のところ探してもいいんだけど、今は切羽詰まってないからいいと。うわ、監督いるな。これは触らない。あ、こっちだ。あ、ここっぽいな。違う？あ、違う。ちょっとバレてもいいや。誰か呼んでもいいや。一旦そうだね。
ちょっと待った待った。ちょっと待ったよ。危なかった。で、まだいるな。やばい、水地かもしんない。今動くのは得策ではない。こういう時に使うか、いや結界ハロー、危ねえから。見つかるぐらいだったら結界ハロー。まあ SS 狙ってるわけじゃないんだけどね。見つかったら自由でバーンなんだけど。あ、いるわここに。危なかった、後ろだった。忍びやばいな。忍びだとさ、なんとなくそのこっちに、こっちから来るんでしょとかさ、その地形がわかるから、あ、こっちから来たんだっていうのは、こっちから来るんでしょっていうのがある程度の予想できるんだけど、これランダムマップだからどっちがどこをつながってるのか何もね予想できないんだよね。使っちゃったよセニガン。まあでも、うん、セニガンじゃない、結界。でも順調だね。ただあとコンパクじゃなくてコンパス、コンパまで合ってんのってなかなかないよ。あ、一旦ちょっと待って。あ、いや、いいのか。ホタリアに行けば、ホタリアに行けば回復できるのか。うわ、ここ壊してるし、一旦ホタリアで回復で、300でおにぎり買ってもいいけど、うーん、まあ行くか。どっち来たっけ、こっち来たか。今度こっち、こっちの勾玉を、これ大丈夫かな。怖っ、なんか今壊していったな。で、これはちょっとこれもう使う、一旦固定だね。その水地がいるかどうか気になるんだよ。水地、危ない危ない、あー危ない。よくうわー、どうしよう。ここに投げれねえし、ここに逃げたいしみたいな。まあでもここあんま来ないんじゃない、端っこっぽいな。こっちには逃げらんない。え、ここしかあれがない。え、これが遅いんだよ、うん、この固定のしおんちゃんは足が遅いと。ただ徘徊型のしおんちゃんめっちゃ爆速だからね。鼻くたしだから上級でも結構速かったんだよ。速いなと思って。だけど鼻くたし速すぎる。次は嬉しいけど、あ、いや、これ売りに行く余裕なんてねえな。これまた取りに行って4つ目、また雨降ってくるよ。雨はいい、ただあとどっち行くかだよね。もう一つの方から行くっきゃない。いや、爆竹も使う余裕ね。コンパクもね、コンパクじゃない。光石もね。オッケー。400。何かがあるか。さあ、見てくといい。いい声ですね。でも何もないな。爆竹も絶対使う。
ヨヒラも使う。せいぜい死なないように頑張るんだな。まあ一旦こっちから行こう。こっちから進んでって行こう。雨は降るか。どっち行ったらいいんだろう。なかなか怖いよ。なんか今ノイズがあったようなないような。で多分5個取ったら来るぞ。あやべ、やっちゃった。癖でやるな。クリックする癖があるし、なんなら普通のさ上級以下、これはやばいぜ。固定じゃないですよ。来てる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 。ここの中には来ないはず。来た。三つ目。二つ目、もう、うん、実況外で撮ってます。何かあるんだろうね。10冊あるでしょう。来た。こっちか。そっちに進みながら最後に1個取って、またうん、また行こう。で、多分絶対トラウマが来るから、取りやすいところで取った方がいいな。あの、星の砂を使わないマイボーとか、多いね。うん。あ、いいな。マイボーとかがなんかおかしいな。マイボー以外がいいな。今回は初見だから結構いいぞ。あ、でもあれがないね。千里眼がない。入ってくる可能性ある。めっちゃ壊してる。でまずゴールを先に見つけないとね。まあマイボーだったとしてもゴールに近ければやって、あとどうせ来るんでしょっていう。銃持ってるから対処はできるよ。こっちだな。わお、危なかった。一旦ちょっとこっち行ってみよう。あ、ダメだな、これいける？あ、やばい、これ。これまずいぞ。これまずいな。今のは水地。100% 水地。これ固定じゃない、徘徊してるやつかもしんない。うら、ほらほらほらね。ああだったよ。実体化したね。だけど俺はもう先に行くよ。やばい、汚れもやばいな。この奥だな。ここか。いや違うか。この句っぽいな。
危な、まだだ、まだ奥、長、結構遠、こっち階段あるね。怖いな。もう見えてんだったらいいんだけど。来た。ちょっと千里眼使うか。え、来るぞ、絶対来るから。怪我か。行くっきゃない。あ、来た、ほら。怖っ。怖え。ふぅ。いけた。まだ来る。さあ、30分。全然ダメだった。え ?S か。まあいいか。うん。まあまあいいでしょう。で、二つ目です。でも、初見でクリアしたぞ。S。こんなにだね。うん。何かある?なんかそういえば。こっちとか。これさ、真珠の花びらだよね。要はあの、アジサイ?アジサイ?ヨヒラ。なんかこういうとこに、なんかある。まあ、行きますか、素直に。取りますか。二つ目です。行くぞ。抜かれたって感じなのかな。刺したわけじゃないよな。で、これ取らないでこっち行ったらどうなんだろうね。また取りに行かないといけないのかな。まあ、行こう。まあなんとか、多分、マガタマを取っても、カルタが封じられなかったから、あんまね、封じられてないよね、今回は。じゃあ前回運悪かったってこと。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。じゃあちょっとあとは、なんだっけ?ニョン太郎なんだっけ?ニョン太郎をちょっと探して、多分いると思うんで探して、探し終えたら、今回終わりたいと思います。どこだ?あ、いて、え、こんなでかかったっけ、あれ、こんなでかかったっけ、でか、ちょっと怖、いきます、でかくなってんな。ニョイ太郎、なんかでかくなってね、私のせい、ニョンじゃなくてニョイ太郎だ、でかくなったよね今回から。お前はゴツ太郎だ。ゴツい、ゴツ太郎になるんだな。はい、そういえば。おかえりなさい、しぐれさん。で、ちょっと、二つ目。おかえりなさい、しぐれさん。調子はいかがですか?なんとか二つ目のくさびを集めましたけど、なんだか天のよひらの様子が。ヤクモさんが言っていたように、だいぶ危険が増しているようです。汚れが増しているって言ってましたけど、一体どうしたんでしょう。私が前来た時に紳士の力は戻ったから汚れは収まるはずですよね。確かに天の湯平の汚れは紳士様によって浄化されると前にも申しましたが、ではその汚れはどこから来るのか。それは真珠の地下におわす魔がつくまりの神の恩義からです。神様から汚れが、正確にはその恩義に封じられている古き渦からなのですが、その古き渦は水の力そのもの、膨大な水の恵みと薬剤が渦巻く混沌たる渦です。魔がつくまりの神は自らを結界で覆い、汚れを浄化して恵みを届けておる。それでもなお
漏れ出る汚れがある。紳士様はそのために存在なさるのです。今力を取り戻した紳士様を上回る勢いで真珠から汚れが漏れ出している。これすなわち我がつくまりの神が力を失い汚れに飲み込まれてしまったということ。こうなってしまってはもう。だから殺すんですか？殺してしまったとしてその後は汚れはどう収めるんですか？確かに。そこは心配ございません。我がつくまりの神もいつかこうなることは分かっておられました。この時のために私がいるのです。何者なんだ。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。もしねこの続きが気になる人はぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄説明欄に Steam のページが載ってるんで皆さんも買って遊んでみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。